共同創設者の一人である、ニューウェル・バルブ・コーポレーションは、アメリカ合衆国のコンピュータゲーム制作及び、他社多数のゲームを配信している会社。1996年に、元マイクロソフト社員であった、ゲイブ・ニューエルとマイク・ハリントンにより設立された、代表作に、ポータル、ハーフライフ、カウンター・ストライクなどを制作し、世界的規模のゲーム配信サービス、スティームを運営している。 バルブソフトウェアや単にバルブとも呼ばれる。詳細は、スティームを参照バルブ社によって運営されているゲーム配信プラットフォーム兼ゲームランチャー、カウンターストライクやハーフライフなどバルブ社で開発されたタイトルと他社製タイトルを配信しており、2015年11月、現在6000以上のタイトル数が配信している。2015年2月25日アカウント数が1億2500万。 を突破したことが報告された。2010年5月13日、Mac 版 Steam が開始された。Steam の仕組み上、ゲームをプレイするには必ず Steam を介して起動することになる。バルブ社製以外の本来 Steam を使わないゲームでも適用され、同タイトルであっても Steam 版と非 Steam 版はコンピューターからは別物と認識される。Mod を導入する場合、Steam 版かそうでないかによって、 導入方法に違いがあったり導入が不可能なこともある。しかし Steam には独自の公式モッドをストア上から導入できる Steam ワークショップがある。一部のタイトルはオフラインモードに切り替えることによりインターネット接続がない状態でもプレイできる。またゲームの購入は PC に対してではなくユーザーアカウントに対して行われるため PC を変えても煩わしい認証などすることなく ダウンロードしすぐにプレイできるというメリットもある。そのため一つのライセンスあれば、多数の PC にインストールすることが可能である。ただし同時プレイは Steam への多重ログインになるため、不可能である。Steam クラウドに対応しているゲームであれば、ゲームの各設定、またはゲームのセーブデータまでサーバーとクライアントで同期できるタイトルも存在し、再インストールや遠隔地でのリモートプレイ。 インターネットカフェなどのログインでもすぐに前回の状態から続けることができる。詳細はスティームマシン及びスタイモスを参照スティームに特化されたバルブ社のゲーミング PC 同社の今週ーマー市上進出を担う家庭用ゲーム機に位置づけられる製品と目される。スティーム自体にも大画面テレビ及びゲームパッドでの表示、 操作に適したビッグピクチャーモードが2012年末より正式に備わっている。CES2013 にて Steambox は外部メーカーも開発可能なオープン企画を指すことが明らかにされ、その一製品としてピストが発表された。サイサンコーポレーションの製品 107A をベースとする超小型 PC であり、メモリやストレージ等のパーツ交換が可能となっている。 OS として Linux ベースのスタイモスを搭載する。ありがとうございます。